久保さん売れてるらしいじゃないですか。まあ、今回、普通の、普通の通、通す、通るにしましょうか。普通じゃないことをしてるから、普通に通るって言って。僕もね、あのー、久保さんの発信を見てて、本当にそんな売れてんのかなと思ってた時期があるんですね。うん、いや、吉田さん、売れてますよ、みたいなんで <laughs>。まあ、僕もね、 あのまあ、5年もさすがにやってきてうーんまあ奇跡ですよねこの再生数でよくやったなと <laughs> まあこれからもやりますけどもまあ実際にその実績僕も久保さんの後追いですよ正直ね久保さんよりネットビジネスは早くもう17年前からやってましたけど <laughs> 表に出てなんか自分で商品売るのは久保さんの方が先輩ですから <laughs> で久保さんがなんか売ってるっつってね よく売ってんな、みたいな。本当かなみたいな思ってましたけど、まあ5年積み上げてきて、あ、売れるなっていう <laughs>。で、なんで売れるかっていうと、単純に濃くやってるからですね。少ない再生数でも一人一人濃くやってるからですよ。久保さんも多分、ワンツー動画ね、多い時、な長い時は1時間とか多分撮ったりとかするだろうし、濃くやってるからですよ。 だから、一般的な、僕も昔、広告をかけて何万リスト、何十万リストに対してコンバージョンナンバーみたいなことをずっとやってたので、正直、そこの世界にいる、その世界が普通の人から見ると、異様ですね。多分、コンバージョン率は異様だと思います。僕と久保さんのコンバージョン率、制約率、異様です。もう考えられないですね。でも、僕と久保さんの中ではもう普通なんですよね。 このコンバージョンが当たり前というか、てかこのコンバージョンが出るようにそれをやってるだけなんで、だからまあ、はから見たら分かんないでしょうね。はたか,から見ても見たら分かんないぐらいがちょうどいいっていう <laughs>。はから見たら全然分かんないと。うん。だから逆を言うと、外見は分からないけど、中、この人って本当にどういう人なんだろうって、中を見ないと多分話聞かない。例えば、その、 なんだこの少ない再生数で偉そうに言ってるんだよっていう人はお客さんにならないのでだけどなんかそのん再生数は少ないけれどもなんかこの人の話どうなんだろうっていうふうにちゃんと中身を聞いてくれる人がお客さんになりますのでまあ非常にいいんじゃないかなと思いますねだからよくそのなんかあのまあこれマーケティングでも普通に、まあ、ずっと使われてますけどもその本がね まあ、映画、ハリウッド映画とかもそうですけど、興行収入1位、全米ナンバーワンの大ヒット作とかね、あと100万部売れてますとかね、行列並んでますとかね、まあ、みんながいいからいいっていう風な、そのマーケティング戦略が、が同調圧力ではないですけど、みんながいいって、並んでるからきっといいんだろうなっていうのは、心理が働くわけですよ。で、その心理を使わなかったとしても、本当、に一人一人に対して、一人がいいなと。 みんながいいんじゃなくて、その人がピンポイントでいいなと思ってもらうように発信すれば、その人は買ってくれるってことですね。うん。でも僕はね、このやり方をすごく推奨してるし、このやり方を教えてます。なぜならば、そんなにみんな有名人になれないので、その確率的に言うならば、じゃ例えば今から YouTube 始めたにしても、チャンネル登録10万人を目指す。悪いことじゃないですよ。だけど、結構しんどいんですよ。 だったら、その100再生を集めるぐらいだったらいけるので、それを目指した方がより現実的かなとは思いますけどね。で、あとはそのコンバージョン率を高めていくっていう制約率を高めていく。あとは収入を上げたいんだったら単価の高いものをしっかり扱っていく。バックエンドをしっかり作っていくっていうことですね。うん、だそれがまあ、僕と久保さんの普通ですね。あなたの普通じゃないですけど、言ってらっしゃい。